はい、どうもラスです。今回はですね、 Windows 10のですね、便利な機能で仮想デスクトップと呼ばれる機能がありますのでですね、簡単にですね、今回はご紹介しておこうと思います。私のチャンネルではですね、こういったパソコン関係のですね、役に立つ動画をシェアしていっているので、ぜひね、皆さんチャンネル登録していってください。で、早速本題なんですけれども、皆さんね、仮想デスクトップっていうのを知ってますかね。Windows 10でですね、結構目玉機能というか、結構ね、使えるとすごい便利な機能として仮想デスクトップっていうのがあるので、まずね、仮想じゃない普通のデスクトップ画面っていうのは、今ね、画面に映っているような、これが一つのデスクトップ画面と呼ばれるものになります。でですね、実は仮想デスクトップっていうのは、このね、デスクトップの画面を仮想で2つも3つも持つことができる機能のことを仮想デスクトップという、ふうに、呼んでいます。で、どういうことかというとですね、例えば今デスクトップでですね、例えば自分の場合ですと、こういう動画編集の画面とかを立ち上げてますと。で、そういった時に、ちょっとこれだとね、画面占領するし、ちょっと他の場所で作業、なんか別のね、調べる作業とかしたいなって時に、ちょっとこれだと狭いですよね。で、その時にどうしたらいいかっていうとですね、仮想デスクトップっていうのを、使うとね、ちょっと便利になるかもしれません。でですね、Windows キーと、タブキーを、これをね、順番に同時押ししてみてください。そうするとね、ヒュッとなんかこういう画面になって、今のね、デスクトップ画面が小さくなりました。でですね、左上の方を見てもらうと、新しいデスクトップっていうのが、プラスマークであるんですよね。これをですね、一回左クリックで押してみてください。そうすると、デスクトップ1っていうのがあって、で、右側にですね、デスクトップ2っていうのが作られました。でですね、今ですね、実は作業をしている環境というのはですね、こっち、デスクトップの1の方なんですね。デスクトップ1で作業してるんですけど、新たにですね、デスクトップ2っていう画面が作られて、こっちはですね、まっさらな画面なんですね。で、例えばこっちで Google Chrome とかを起動しますと。で、例えばこっちで調べ物をしてですね、で、あとはこういう感じでですね、これもショートカットキーでできるんですけど、デスクトップ1とデスクトップ2をですね、簡単にこうヒュッと行き来ができるような感じになるので、例えばこっちで作業してて、あ、じゃあこっち、終わったからちょっと調べ物しようかなって時に、こっちでなんかこうね、調べ物をするというような使い方が、できるようになってます。この仮想デスクトップ1と2の行き来は、コントロールキーと、Windows キーと、あとカーソルキーですね。カーソルキーの左とか右を押してもらうとですね、これで左と右を押すと、これで1と2を行き来できるようになります。で、Windows キーとタブキーを押すと、さっきのね、デスクトップ1と2、これをですね、選択して切り替えれるようになってますと。でですね、ちょっと面白いのが、例えばですね、ここで、デスクトップ1にあるこの、下の方を見てもらってですね、例えばどうしようかな、他にも立ち上げてみますか。こういうね、フォルダーのウィンドウを立ち上げてるとするじゃないですか。でですね、で、今ですね、これで Windows キーとタブを同時押ししたときに、今ね、デスクトップ1の画面では、このフォルダーのエクスプローラー参照してる画面と、で、動画編集のアプリの2つのアプリが起動していると。で、これをですね、別のデスクトップの方に持っていくことができるんですね。で、それはどうやるかっていうとですね、この、じゃあエクスプローラーをデスクトップ2の方に移動させたいって時は、この今出てる画面、エクスプローラーをドラッグしてですね、左クリックでつまんで、ドラッグしてデスクトップ2の方に持っていって、これで離すとですね、デスクトップ1の方はこれだけになってですね、
で、デスクトップ2の方は、こんな感じで、さっきの Google Chrome、Web ブラウザーと、で、フォルダーが出るというような感じになります。なので、それぞれのデスクトップで起動しているアプリケーションをですね、仮想デスクトップ間で行き来させることが、できるのがですね、結構面白い機能ですね。で、他にもですね、例えば、デスクトップ1とデスクトップ2で、例えばホルダーとかブラウザーを出したままにしたいっていう時はですね、そういうこともできるんですけど、一応ご紹介しておきますね。例えば今デスクトップ2で、Google Chrome ですね、この Web ブラウザーが立ち上がってて、どの仮想デスクトップでもこのブラウザーを出したいって時ですね、Windows キーとタブを押して起動しているアプリケーションを右クリックしてですね、で、右クリックするとメニューが出てくるんですね。まあ、ここで移動先とか設定もできるんですけど、このウィンドウを全てのデスクトップに表示するっていうのがあるので、これをクリックしてみてください。そうするとですね、一応チェックマークがついて、デスクトップ1の方に行った時もですね、一応ウェブブラウザーが見れます。例えばここでって打つとして、でデスクトップの2に遷移しても、これはね、共有しているような感じになってますっていうような使い方も、できるのですね。まあ、使い方によってはですね、例えばカレンダーアプリとかは両方に出しといて、まあなんかこうどっちでもね、書き込みできるようにしておくとか、まあそういう仮想デスクトップ間で共有しておきたいアプリとかは、さっきの、右クリックですね、このウィンドウを全てのデスクトップに表示するっていうのを試していただくとね、使い方によってはすごい便利かなと思いますので、使ってみていただければいいかなと思います。で、あとはですね、仮想デスクトップを、閉じたいって時はここのね、バッテンボタンを押すと、このデスクトップには消されて、デスクトップ1だけになります。ただここで注意しておいてほしいのが、一応ですね、ここでエクスプローラーが立ち上がってるんですね、デスクトップ2の方で。仮想デスクトップ2を消すと、こっちのデスクトップ1の方にね、統合されますので、結構ね、画面がこう最後2の方でいっぱいアプリとか立ち上げてると、消した瞬間にですね、仮想デスクトップの1個目の方にガーッと集約されるので、そこだけね、注意していただければいいかなと思います、ね、ということで、今回ね、仮想デスクトップってちょっとね、便利なんですけど、少しね、最初はこうちょっと複雑に思うところがあるとは思うんです。一つのね、画面だと狭いって感じるときに、仮想デスクトップあれば、まあ、いくらでもね、デスクトップ画面を複製して作業をね、分割することができるので、使い方によってはね、作業がはかどると思いますのでですね、今回ね、ご紹介させていただきました。またですね、まあ、こういった便利なパソコンですね、使い方をですね、皆さんにシェアしていこうと思いますんで、今回の動画がもしいいなと思ったら、高評価いただけると、グッドボタンいただけると、嬉しいです。今回ですね、これぐらいで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。失礼いたします。